はい、これが今日のお弁当です。昨日のスンドゥブに、ジョンソンビルと豆腐と白菜入れました。あと納豆とチーズ。お弁当箱を、洗って職場に置きっぱなしにしちゃったので、忘れちゃったので今日は仕方なく、お椀に入れてラップをかけて持っていきたいと思います。はい、こちらが本日の夕飯です。豚キムチ、もう本当に豚肉とキムチ炒めただけ。あとこれはこの間やったアボカドツナマヨチーズの油揚げバージョンで、白菜と豆腐の味噌汁と白菜の浅漬け、あとチーズ、あとこの梅干しとかね、あと味噌汁にはとろろ昆布入れます。はい、じゃあ食べたいと思います。いただきます。よし、いただきます。うん、ちょっと冷めてる。火を使う料理を今回味噌汁作って、先に豚キムチ作って、その鍋で味噌汁作ったんですよ。ちゃんと洗ってね。どっちかが冷めちゃいますよね。はい、じゃあこれ楽しみだったんですよね。油揚げのツナマヨチーズのせ、いただきます。うん、やっぱり美味しい。うん、普通に普通の油揚げに切らずに、そのままその上にツナマヨを乗せて、とろけるチーズを乗せて、あとトーストするだけですね。うん、本当に美味しい。あのこれ普通に糖質制限関係なく、普通にまた多分たまに食べたくなるやつですね。余った白菜の葉っぱの部分に豚キムチ、そしてチチ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 で巻いて、また普通にレタスとかでもいいですけどね、食べる。うん、これ美味しい。チチ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 、これ本当美味しいですね。うん、おすすめ。私いつもこの夕飯食べながら N スタを、 TBS の N スタを見てるんですけど、あ、今日土曜日だから違うか。この小林遥さんっていう方がいるんですけど、女子アナウンサーなのか分からないんですけど、 N スタにも出てるんですよ、あの平日の。でも土曜日のこの時間のニュース番組にも小林遥さん出てるんですよ。いつ休んでるんだろうっていつも思いますね。このツナマヨチーズ油揚げ、多分これ私が発見したわけじゃなくて、絶対これ他にもクックパッドにあげてる人とかいそうですね。美味しい。はい、というわけで今日の夕飯はこんな感じでした。じゃあまた、バイバイ。